You're listening to Shibuya Cross FM. バブだけどバブじゃないもん。バブホワイト、レナ。桃の国からやってきた腹黒ピンク、アリリン。あなたの心に新都心、カヌレット、カエデ。特別ツッコミ女王、デコトラグリーン、サエキャン。トレンドマークはオレンジベレー帽、オレンジリーダー、ノノン。私たち、ラビット戦隊ウサレンジャー。皆さんこんばんは。始まりました、ラビットビットのビビットラジオ。この番組はここ渋谷クロス FM から毎月第1月曜日の17時から今一番ビビッとくる5人組アイドル、ラビットビットがお送りするラジオ番組です。第4回の放送は私アリス楓が MC を務めさせていただきます。初めての MC、 もうめちゃめちゃ緊張してるんですけど、皆さんに楽しいラジオがお届けできるように精一杯頑張ります。今日はね、先週と違って普通の衣装を着てきたんだけど、はい、なんかのんちゃんだけ衣装が違うんだけど、あれ、あれどういうこと、どういうことかな。なんか昨日推し T シャツでライブやったんですよ、はい、うんうん、カバンの中がそのままだったんですよ、はい、それで忘れてきたんですか。こうやって着ちゃいました。なんか入ってると信じて持ってきたらなかった、うん、なんで信じたの。確認しな絶対。でもベレー帽とね、いい感じにマッチしてて、今日はのんちゃんだけ特別仕様ということで、はい、このままお送りしていきます。はい、はい、今日のラジオは2月といえばバレンタインということで、今にぴったりなバレンタインの思い出をお話しするビビットトークのコーナーや、ラビットビットの〇〇を知ることができちゃうココホレピョンピョンのコーナー、皆さんからいただいたお便り、質問に答えるコーナーなど、今月も盛りだくさんにお送りしていただきいただきます。それは間違いだった。それではここで1曲聴いていただきましょう。エンドレスダンス。朝ゆえのやばい痛みフラッシュバック、僕から君へ行け。
お送りした曲はラビットビットのエンドレスダンスでした。 MV が先日27日に公開されたばかりということで、今日は映像付きで一緒にご覧いただきました。やったー。こちら YouTube でも絶賛公開中なので、ぜひたくさん見てください。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。ビビットトーク、イエーイ。このコーナーでは毎月ラビットビットのビビットくる〇〇をお話ししていきます。もうすぐバレンタインということで、今回はバレンタインの思い出と好きなスイーツを聞いていきたいと思います。のんちゃんはあんまり甘いものがね得意じゃないイメージがあるんだけど、うん、はい、バレンタインなんか思い出とかありますか？バレンタインはね、ちっちゃい頃まだお姉ちゃんとかも学生だった時に、うんうん、お姉ちゃん、一番上のお姉ちゃんがめちゃめちゃお菓子作りが好きでね。あ、そうなんだ。いろいろ作るんだよ、うんうん、それをこっそりつまみ食いするのが毎年の行事だったの。楽しみとしてね、うん、でもバレたらめっちゃ怒られる数がね減っちゃうもんね。行事なんだね。確かに。でもバレンタインって作りながらつまみ食いするの結構さ醍醐味だよね。ね、確かに。あれが、じゃあアリリンは？アリリンはあのチェアリーディングクラブでね、いつも毎年バレンタインでなんか作って配ってたんだけど、うんうん、すごい絶賛だったの。おいしいって、アリリンのいつも配るバレンタイン楽しみって言ってもらってたんだけど、うんうん、実は全部ママが作ってたんです。そうだよねなんて言おうかなって思ってたアリリンの絶賛うんって思ったもん。そうなの、ごめんね騙しててみんな。アリリンはちょっと混ぜたぐらいです。あ、なるほどね。ちょっとやってたんだね。ちょっと手伝ってた。反応に困るな。でもほぼほぼママがやってたの、ね、でもアリリンっぽいよね。アリリンらしい。でもさ、アリリンがさ、うん、ここでめっちゃ上手って分かったら、うん、今のね、料理力がなぜこうなったって、うん、ね、お菓子の違いから、そう、ね、はい、ということでアリリンに今度作ってもらいましょう。あ、作ります。今年は作ります。美味しいの、ちょっと、食べたくない。なんで楽しみにしててください楽しみにしてます。れなちゃんは？れなは高校生の時にバトン部っていう部活に所属してたんですけど、うんうん、そのバトン部の部活で練習の時に全員分まとめて作って、クッキーを作って、うん、もうタッパー、大きいタッパー2個分パンパンに詰めてって、うんうん、みんなに配ってましたっていう思い出があるんですけど、タッパーに2個分あるからさ絶対残るなって思って持ってったら、うん、30分後にはもうゼロになってたから持って帰れなかった自分の分なくなっちゃってすごいね、みんないっぱい食べるね。そう、みんなすごい食べる、すごい早さで食べちゃって、うん、完売しちゃったんだ。完売しちゃったの。それだけ美味しかったってことじゃない？うん、なんかすごい絶賛で、うんうん、みんなね、次いつ作ってくるなって2週間後に言われて、また作った思い出があります、いいよ、じゃあ今度練習の時とかにでもみんなに配ろうかな。楽しみにしてる、本当に待ってる、待ってて、じゃあ頑張って作ってくる、わかった、いっぱい作るね、うん、待ってます待ってる。さえきゃんは？さえきゃんはね、あれです、もともとお菓子作るのが好きだからさ、うんうん、結構いろいろ毎年ね、うん、種類も 2,3 種類作ったりするんだけど、うん、
それを学生時代はみんなで手作りのお菓子持ち寄って、それで授業終わりになんか食堂みたいなところがあるからそこに集まってみんなで作ってきたやつをバーって広げてバレンタインパーティーしてたりとか、楽しそう。そう、あと今はもうやっぱ学生時代の友達と会う機会とかって結構減っちゃったから、中高生の時の友達とかとはバレンタインの時にそれこそお菓子作ったよって連絡してバレンタインのお菓子をあげるために会うみたいな。あー、なるほどね。そう、確かにバレンタインが今縁をつないでくれてるみたいな感じかな。だからすごい、素敵。使おう、使いな。使います。絶対いいよ。絶対使う。近い友達とかだったらみんな会えるから。そうだね、渡しに行くとかできるよね。そう、できるし、あのお菓子作ったよって言うとすごい食いつきがいい。確かに、餌だよ。ワンちゃんのおやつみたいなね。餌付けしてる。なるほどね。え、楓ちゃんは？楓もお菓子作りがサイキャンと一緒でめっちゃ好きだから、結構気合を入れすぎちゃうのね、バレンタインに。だから種類もだけど、いっぱい作るんだけど、高校生の頃とか部活の先輩後輩同級生全員渡す文化があったのね。プラスの普通の学年のお友達に配るから、なんか 5,60 個ぐらい作らないといけなくて毎年。あー、なるほどね。多いね。だから1回じゃ絶対作りきらなくて、なんかバレンタインの前に建国記念日があるじゃん。あるね。だからそこで1回作って、13日のバレンタインの前夜にあの夜中まで作るっていう2回ぐらいバレンタインを作る日が来て、もう休み時間駆け回るみたいな思い出が。徹夜でバレンタインやってたの？3時ぐらいまで作ってた。すごいね。3時、バレンタインに命をかけてました。めっちゃすごいそれ。すごい。ちなみにみんなの好きなスイーツは？のんちゃんから。私の好きなスイーツ、なんだろう、あれでしょ、ティラミス。あー、そうだね。じゃない、あれしか食べてるイメージがない。そのイメージ。ミルフィーユ食べてたのは？ミルクレープ。ミルフィーユじゃないよ、ミルクレープ。ミルクレープか。ミルクレープはたまに食べたくなる。そうなんだ。食べてるかも。アリリンは？アリリン、いちごタルトが好き。はい、いちごタルトね。すごいイメージ。そう、いちごタルトで生きていける。アリリンっぽい。これから一緒いちごタルトにしとく。アリリン、そうしようか。いちごタルト以外食べないでもらって。いや、ちょっと桃の予選なんで桃も摂取しないとダメです。じゃあ桃のタルトって言ってよ。でもタルトはいちごが美味しい。いちごが好きだもんね、アリリンはね。じゃあレナは？レナはタルトの下の部分だけ。あー、わかるわかるわかる。マカロンの上の部分だけ。何それ。上下の部分。クリームないところね。クリームないところが好きなんですよ。上下だけ。もう生地がもうなんか何も混ぜなくていいから、その素材が好きみたいな。焼いたまま。そう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 。クッキーでいいじゃん。確かに。とメレンゲでいいじゃん。確かに。確かに。メレンゲクッキーとか最高だと思ってる。美味しいね。サイキャンは？サイキャンはもう皆さんご存知の通りプリンですよ。そうですね。はい。サイキャンといえばプリン。カスタードプリンしか勝たん。カスタードが好きなんだよね。そう、カスタードが好き。プリンっていうかカスタードが好き。カスタードを食べるためのプリンみたいな。そうなの。楓ちゃんはちなみに？楓はカヌレです。知ってます。知ってます。カヌレです。ですよねって感じだったね。バレンタインみんなそれぞれ思い出たくさんありましたね。ね、去年はさ、ライブでバレンタインのねイベント的なこともしたんだけど、今年はねバレンタインの近くにライブがないんだけど、なんかみんなと毎年思い出が作れたらいいなってファンの皆さんともね思うので、ちょっと今年も来年も再来年もいっぱい思い出作れたらいいなって思います。はい、以上ビビットトークのコーナーでした。イエーイ。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。はやぶさスピリッツ。だけに注視して内側を無視した。大人になればなるほど瞳気づかぬ間に錆びついた。街にはうつむく人ばかりで、それがデフォルトになって、晴れた空はもやがかかるように薄暗く感じてた。
には興味はないけど誇れる自分になって、スピリット守り続けたい、どんなことがあっても思い出さ有限で誰にでも渡せやしない、一番の大事なものはこの胸に光ってる、お送りした曲はハヤブサスピリッツでした。続いてのコーナーはココホレピョンピョンのコーナーです。イエーイ。今回のココホレピョンピョンではメンバーのここだけは絶対に譲れない私のこだわりを深掘りしていきたいと思います。おお、こだわりね。みんなのこだわりって意外と知ってるようで知らなかったりすると思うんだけど、アリリンはなんかこだわりある？アリリンはなんかいっぱいあるんだけど、なんか最近すごいこだわってるのは爪の形にすごいこだわってます、うん、爪の形。そう、あの切るときに、うん、なんか爪ってさ丸いでしょ、うんうん、でも丸くならないようにカクカクって切るようにしてるの。へえ、四角くするんだ。あ、そうそう、のなんかあんまなってないけど今、ね、なってないんだ。 今なんか丸いよ。今ちょっと丸くなっちゃった。でも丸くなっちゃったな。あの切るときに、うん、なんかそうするとね、なんか爪がなんか綺麗に見えるって聞いて、そう、なんかネイルする人とかはね、なんかおすすめかもしれない。でもアリリンめちゃめちゃ綺麗だよね。指も綺麗だし、ね、爪の形すごいね、綺麗だなって思う。確かに嬉しい。そう、ネイルしたいのだから、カエデちゃんにいつかしてもらおうって。あ、そう、レナに一回したんだよね。そう、レナもやってもらったんだ。その時からアリリンにすごいお願いをされているので、そういつかもしかしたらアリリンにもネイルをするかもしれません。あ、お願いします。お願いします。お願いされますんじゃなくてお願いされました。レナは何かありますか？レナのこだわりレナのこだわりは、あの全然自分の美容とかには全く関係ないんだけど、うん、勉強するときに、カフェで勉強するときに絶対に抹茶ラテ、うんうん、しかもアイスで氷多めで頼むのが私のこだわりです。へー、そうなんだ。そう、それはどこのカフェとか喫茶店に行っても同じなの？私はそう、どこでも抹茶ラテ、ないときはアイス、うん、アイスティー、アイスティー、そう、アイスティーか抹茶ラテを絶対に飲むんだけど、うん、今日本酒を独学で勉強してて、うんうん、もうそれで結構行くんだけど、絶対に抹茶ラテがいいから毎回毎回同じカフェに行ってます。あ、お気に入りの抹茶ラテがあるんだ。お気に入りの抹茶ラテがあるから、うん、もうその抹茶ラテを絶対に飲むぞっていう気持ちで毎日家を出てます、
家を出てるんだ。抹茶ラテ飲みに行ってんの。そう、勉強しに勉強しに行ってるんじゃなくてさ、抹茶ラテ飲みに行ってんの。抹茶ラテがメインなの。あ、そうだ。あ、え、抹茶ラテを飲むために勉強しに行ってるってこと。そう、抹茶ラテを飲むためだけに勉強しに行ってるの。あ、抹茶ラテの口実なんだ、勉強は。そうそうそう、絶対逆にしてほしい、ね、珍しいタイプだね。そう、サイキャンは。サイキャンはね、あの名前、うん、名字に関する話なんですけど、うん、サイキャンの名字ってまさきって言うじゃん。うん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 、で、真実の真に樹木の樹って書いてまさきって読むんだけど、うん、私のこだわりポイントはまさきじゃなくて、うん、まさきなの。はい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 、真実の真でまさ、うん、で樹木の樹で木っていう、そこはなんか譲れないこだわりポイントで、うん、へえ、そうなんだ。一回ホームページで、うん、あの名前をね掲載してくれた時に、うん、まさきっていう漢字が間違ってたの、うんうんうん、それが真実の真に桜とかが咲く時の咲くっていう字、になってて、うん、それだとさまさきじゃん。そうだね、うんうんうん、そうだから私的には名前がの漢字が違うことよりもそのまさきになっちゃってることが気になって、もうそうじゃないの、違うの、私の名前はまさきなのって思ってそう、もうな、漢字が間違ってるのなんてどうだってよかった、そこが気になったの。へそう、どうしてそこなんだ。そこのなんか決めるときに何かあったのポイントが。いや、なんかなんとなくすごいその樹木の樹っていう字が好きなのね、私。うんうんうん、だからそこは絶対に木なの。あ、そうだよね。なるほどね。そう、それは決まってたんだ。そうじゃないもんね。そうなの。あの漢字が好きっていうのもあるから、うん、どうしてもまさきの漢字のその分割が気になっちゃって。うんうんうん、なるほど。なるほど。だから間違えないでね、みんな。わかった。うん、はい、です。わかりました。ちゃんとサイキャンの名字は間違えないように。間違えないでね。のんちゃんは何か。こだわりありますか？こだわりね、なんか私自分で分かんなくて、うん、なんか特にこだわりないじゃん、いつも、うん、だからさ、ね、聞いたの、さっきメンバーに、うん、そしたらなんか甘いの嫌いなくせにコーヒーとかの飲み物にはバカ砂糖入れるよねって言われて、確かにって思ったのね、うんうん、そう、なんか M サイズだと砂糖、うん、スティックシュガーは絶対2本入れる。 M で2本入れる、多くない？うん、糖尿たまにしか飲まないから、うん、そう。ちなみに L だったら何本入れる？ L だと3から4、うん、あ、結構入れるね。そう、だからサイキャンからプレゼントしてもらったスティックシュガーのね。あ、そうだ、そうそうそう、スティックシュガーあげた。結構使ってる。使ってんの、うん、よかった、よかったね、スティックシュガー買ってね。でもさ、これだけ聞いたらいいじゃん、うん、でもあの子ね、カフェラテとかにも入れるの、砂糖。カフェラテって甘くないじゃん。でも甘いよ、ミルクが入ってるじゃん。いや、ミルクは甘くないもん、うん、ミルクの甘さがあるんだよね。そう、ミルクの甘さがあるのに、そこだからまた砂糖を入れるから。入れるよ、カフェラテに替え玉シロップ2個ぐらい入れる、ね、入れるよね、甘くないよね、カフェラテは。カフェラテはコーヒーだと思ってるから、ね、まあそうだね、そこからさ、ミルクにしないといけないじゃん。そうそう、うん、だからシロップ必要だと思うね、ね、よかった、表明してる全然譲れないこだわりとかじゃなかったけど、ね、共鳴しちゃったから共鳴共鳴一緒だった、共鳴してたねそんな感じ。ちなみに楓ちゃんは何かあります？楓は前髪にめちゃめちゃこだわりがあって。あ、確かに、ずっと言ってるよね。そう、前髪でね、その日の気分がめっちゃ変わるんだよ、うんうんうん、前髪がうまく決まればもう一日ハッピーだし、うん、ダメだって思ったらもう家出た瞬間から気分が下がるみたいな。すごいわかるタイプなのね。すごいわかる、わかりやすいよね、うん、なんか楓ちゃんって朝会ったテンションで、あ、今日前髪ダメなんだっていうのがわかるの。そう、前髪でわかるよね。で、結構形とか巻き方にもこだわってるから、うんうん、あのお風呂で前髪を洗う時にも実はこだわりがあって。そこまで？そう、分けて洗ってるっていうのは聞いた。そう、普通髪の毛とかって大体さ、一緒に洗っちゃったりするじゃん、うんうんうん、前髪だけ最初にこの三角形を残したままここだけで絶対洗うの。絶対に後ろと混ぜない。分かんなくなっちゃうから、もうそれだけは楓のこだわりで。洗い方はね、もう中2ぐらいからずっと、うん、あ、中2から。そう、前髪はずっと分けて洗ってます。泡がさ、目に入らないの？入んない。あ、入るのかも。どっち？どっちだよ、分かんない。なんか多分入るんだけど、うん、それよりも
前髪が大事だから。じゃあもしかしたら目が染みてるかもしれないけど、前髪のことを気にしたらそんなこ染みも分かんないぐらいこだわってるってこと。そう、なるほどね。たまに染みるけど基本ギュッて目つぶるから、うん、あまあね、そうそうそう、そこはね大丈夫です、うん、大丈夫なんだ、大丈夫、ね、大丈夫ならいいけどよかった、ね、こだわりって意外とさ、みんな周りから見たら気づかないこととかもあるしさ、ね、自分の中でも気づかないことって意外と多いよ ね、 そうだよね、言われるとわかんないみたいな ね、 なんかこのテーマにしようって思って考えたもん、結構わかる、めっちゃ考えた、わかんなかった、考えたけど、ね、私もう一瞬で出た、うん、れなちゃん早そう、うん、早そうなんか変なところでこだわりは強いなって自分でも感じるけど、言われるとわかんないよね、わかんない、そう、いざ言われるとね、そうそうそう、まあみんなねこだわりがあるので、それを崩さないように壊さないようにそうです、ね、みんなで仲良くラビットビット過ごしましょうね、はい、気をつけます、はい、いつかファンの皆さんのこだわりとかもなんか聞けたらいいなって思うので、うんうん、うん、ぜひなんかツイッターでもいいし特典会でもいいし、うん、なんか教えてください、ぜひ、はい、皆さん、ね、お願いします。以上ココホレぴょんぴょんのコーナーでした。イエーイ、イエーイ。それではここで一曲聴いていただきましょう。ラビットビットで必殺マジカルパンチライン。眩しい光の中手を伸ばした、きっと掴めるさ始まりの予感、進むのさ全力で昨日よりも長く、動き出せば止まらない、脅かすわけじゃないけれど君を守る呪文のように唱えて、必殺でかいパンチライからの一発結構トリッキー、未来世界まで変えるようなイメージ、身につけた努力が生まれつき才能が足りないのは勇気だけ、夜空を照らす星たちは届かなくてもそばにいる明日も、必殺でかいパンチライからの一発結構トリッキー、硬い時代にも刺さるようなイメージで泣きたい今さえ思い出に変えるさ、大丈夫だよ何も問題ない、
ただいまお送りした曲はラビットビットで必殺マジカルパンチラインでした。続いてのコーナーはみんなの鬼はどんな鬼？悪い鬼を追い出しちゃおう。この間2月3日は節分、鬼は外福は内というね文化があって、悪いものを追い払っていいものを呼び込むっていうのがあると思うんだけど、みんなの心の中にもねきっと悪い鬼がいると思うので、今日はそれを追い出しちゃおうっていうことで。なるほど。まずは楓の中の悪い鬼なんだけど、はい、寝落ち鬼がいるんだよね。そうだね。毎日寝落ち鬼がいて、本当に毎日どこでも寝てしまうんですよ。そうですね。なんか家に帰ってもういろんなところで寝ちゃうし、電車の中でもすごい寝落ちをするし、極限状態の時はなんか電車で釣り革掴んだままとか、すごいよね。なんかさえきゃんと話してる時に寝ちゃったの、この前電車で、そうめっちゃ怖くて、だからもうね、そうすごいよね。本当に多分寝落ち鬼がいるの、楓の中に、だからそれをね今年はやっつけたくて、なるほど、みんなで後で助けてもらおうかなって思って。オッケー、オッケー、分かった、お願いします。頑張る。起こしたらいいのかな。レナの悪い鬼は？レナの悪い鬼は全部後回しにしちゃう鬼です。なんか家帰ってさ、洗濯物やんなきゃって思って、洗濯機に後で入れようとか、分かる分かる。お風呂後で入ろうとか、分かる分かる分かる。すぐやっちゃって、もうね部屋の片付けとかも苦手だから、後でやろうって言いながらもう 2,3 ヶ月経っちゃった。2,3 ヶ月。それですごい状態にね、ちょっと今洋服が散らばってますね。やばい。分かります。のんちゃんは？のんちゃんはね、もうねあれだよ、水飲まないように。そうだね。なんかね、どんなにね飲もうと思ってもね忘れるの。あ、忘れも忘れ鬼もいる。忘れ鬼、確かに一番忘れ鬼は本当にやばい。今日そうだもんね。今日そうだし、なんか物じゃなくてなんか言われたこととかも全部忘れる。あ、確かに。なんかさっきまで喋ってたのに、あれ何の話してたっけとか、あ、確かにのんちゃん結構あるね、それ。ある。なんかさ、大丈夫？大丈夫じゃないかも。絶対今日追い払いな、それ。追い払ってほしい、本当に。追い払いましょう。追い払ってください。はい。さえきゃんはですね、あの、ギリギリ鬼ですね。ギリギリ鬼？何をするにもギリギリになってしまって。そうなの？本当にいつも家を出るのがギリギリすぎて極限状態なんです。あー、なるほどね。だからなんか自分で駅まで車で行かなきゃいけない日とか、駐車場に止めてから駅までダッシュするとか毎日やってるから、それをあとね5分早くできるようにしたいなって思って。そうね、家出るのが本当にギリギリなの、いつも。でも遅刻しないよね。そう、だから遅刻しないのはそれに乗らないといけないから、いつも極限状態なの。そう、それに乗るために。だから5分前にちゃんと行ける服を入れてギリギリ鬼とバイバイしようと思います。しましょう、今日で。はい、楓もそれしたいな、ついでに。じゃあついでにしよう。アリリンは？アリリンは今メンバーが行ったの全部いる。全部いるの？やばい。そっか、アリリンが鬼だ。アリリンが鬼。アリリンが鬼か。アリリンに豆投げる、みんな。そうする。そしたらね、みんなアリリン鬼がいるってこと。そうそう、そういうこと。みんなちょっとずつね、アリリンの鬼がね住みついてるんだよ、大好きすぎて。みんなそういうこと。そういうこと。住みついてみてる。ちょっと迷惑かもね。じゃあこれアリリン退治したらいいってこと？今日アリリン退治しよっか。そういうことか。どうしよっか。ちょっと、豆は痛いからちょっと柔らかいやつ投げてくる。発泡スチロール投げてくる。発泡スチロール。マシュマロにする。マシュマロいいね。マシュマロでお願いします。ということで今日本当はここで鬼をみんなのをさ、鬼は外福は内で追い払おうと思ってたんだけど、アリリンでいいのこれ？アリリン鬼は外にしようか。じゃあ鬼は外って言いながらアリリンに向かって投げましょうか。そうだね。はい、じゃあせーの、鬼は外福は内。わー、ちゃんと投げてくれた。すごい、退治された。演出付きだった。まさかの退治さ
されました、ね、退治されましたアリリン、なんか嬉しそうアリリンが、はい、アリリン鬼とも、みんなの中の悪い鬼ともね、はい、ここでさよならができたので、今年も楽しく健康にみんなで活動していきましょう。イエーイこれからたくさんね、サイキャンのイベント生誕祭とかもあるし、はい、そうだね、そうそうなんよ、サイキャンちょっとイベントあるから、ここ告知していいかい？いいよ、いいよ、やったー。サイキャンの生誕祭がなんと2月の16日にあります。やったー。ツインボックスガレージさんで19時から開演になります。一般チケットなんとなんと無料ですので、ぜひぜひぜひお祝いしに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで2月16日サイキャンの生誕祭絶対成功させましょう。おう、おう、噛んじゃったね、すごい、大丈夫だった、うん、ドキドキしてた、ちょっと緊張してる ね、まだドキドキしてる。大丈夫だよ、頑張るね、上手。以上、みんなの鬼はどんな鬼、悪い鬼を追い出しちゃおうのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。ストレート。お送りした曲はラビットビットのストレートでした。エンドレスダンスに続いてこちらの楽曲も2月17日に1周年ワンマンライブの時に撮影したミュージックビデオが YouTube にて公開されちゃいます。やったー、ぜひぜひ
お楽しみにしててください。楽しみにしてて。はい、最後にビビットだよりのコーナーです。 X にてハッシュタグビビットラジオで募集した質問やメッセージにお答えしていきます。今月のテーマは今日2月5日は笑顔の日ということで、ついつい笑顔になってしまう瞬間です。一つ目のお便りは、はい、ラジオネームまさき親方の弟子さんからです。何そのラジオネーム弟子弟子弟子らしいですね。私がついつい笑顔になってしまう瞬間は、はい、降り始めた雪を見た時です。お、早く積もらないかなとワクワクしていると自然に笑顔になります。これだけはいくつになっても変わりません。へー、今日はじゃあニヤニヤしてるだろうね。ね、今ニヤニヤしてる。ニコ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 。雪ってなんかワクワクするよね、ちょっと。ねえ、確かに。わかる。嬉しい。止まるかな。ね、なんか交通の面とかはね、みんなちょっと今日来てくださってる方も帰り心配だけど、そうだね。でもね、やっぱり雪はいくつになっても嬉しいものですね。そうですね。ワクワクするね、確かに。はい、2つ目のお便りはラジオネームすがちゃんさんからです。自分は子供と関わる仕事をしているのですが、うんうん、子供たちが嬉しい話を嬉しそうにしているのを聞くとこちらも笑顔になります。あ、素敵。確かに日々ラビットビットにも子供たちにも笑顔の裾分けをしてもらっています。だそうです。嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しいね。素敵。そうなんだね。でも子供ってね、楓もさ保育学生してたからさ、うんうん、子供と関わる機会めっちゃ多かったんだけど、なんかすごいさ笑顔が純粋じゃない、ね、子供って屈託、うんうん、のない笑顔でいろんな話してくれると、うん、確かにすごい元気をもらう気がするんだよね、うんうん、楓も、うんうん、めっちゃわかる、ね、なんか聞いて聞いてってさ、うんうん、言いに来てくれると、え、何ってなるよね、うん、めっちゃニコニコになる、でもね嬉しいね、ラビットビットからも ねえ嬉しい本当にファンの皆さんからもいっぱい私たちもね、うん、笑顔をもらってるんですけど、うん、もういっぱいお届けできるように彼たちも頑張っていきます。頑張ります。頑張るよ、はい、3つ目のお便りはラジオネームあっちさんからいただきました。美味しいものを食べるときに笑顔になります。わかる、わかる。ラビットビットのメンバーは好きな食べ物は何ですか、だそうです。好きな食べ物、ラーメン、ラーメン、あー、ラーメン好きだね。私も、私は豚骨ラーメンです、うん、あ、豚骨ラーメン、豚骨が好き。私は担々麺、担々麺麺大好き。楓は餃子、あー、餃子。え、みんな中華なの、なんか。え、あれりんだね。質問なんだっけ、好きなラーメン。好きな食べ物は何ですかだよ。あれりん、きゅうり。あ、きゅうりね。あれりん、きゅうりのイメージある、なんかすごい。ね、わかる。うん、好き。最近じゃないでしょ。最近食べてない、でも。あんまり言ってない、きゅうりが。そうなの、この間頼まれて買いに行ったらなかった。そうなんだ。冬だからかな。冬だからかも。じゃあ4つ目お便り読みますね、はい、ラジオネームベイタンさんからいただきました。はいはい、一番前に来れた時と推しのレス、多分ライブのことかな、ああライブで最前列に来れた時と、うんうんうん、推しからのレスをもらった時が笑顔になれる。わかる、わかる、嬉しい。で、今週末は、うん、ラビットビットライブがないけどメンバーは何をしますかと質問があります。さて何でしょう、さて何でしょう。今週末ね、私は抹茶ラテを飲みに行こっかな。抹茶ラテ、抹茶ラテを飲みにね。さやきゃんは今週末、うん、まあ、今週末さやきゃんといえばやっぱ誕生日があるからね。そうだね。そうだよ。何するっていうわけじゃないけど、年齢が1個上がるんで、うん、ちょっと大人なレディーにでもなろうかなと思います。今週末大人になっちゃうの？うん、来週会ったらもうすごい大人になってると思う。楽しみ。確か、楽しみ。楽しみにしてて。楽しみ。楓はね、どうしよう。何も決まってないんだけど、うん、でも部屋がすごい片付けられてないから最近、うんうん、そろそろ片付けたいなってちょっと思うかも。あ、なるほど、なるほどね。わかる。みんな片付け、片付けかな。私も片付けしないとやばい、そろそろ、うん、みんな外に出ないつもり。マジで出ないけどね。出ないんだ、引きこもり。マジか。のんちゃんは、でも外には出たい。のんちゃんは、うん、出かける。出かけるんだ。何するの？
まあラビットビットの活動あまあそうだねそれはやるそれはやること前提で話してたまあみんな週末会うんでね、はい、結局会うもんね、うん、仲良くしましょうね結局会いますみんな仲良く抹茶ラテ飲みにそれは一人で行っていいかなはい質問やメッセージを送ってくださった皆さんありがとうございましたありがとうラジオの感想やリアルタイムのポストなども X にてハッシュタグビビットラジオをつけてたくさんぜひポストしてくださいお待ちしてます 待ってますラビットビットのビビットラジオそろそろお別れの時間が近づいてきました、悲しいあっという間だねね早いもう終わりなのサイキャンどうだったすごい楽しかった、楽しかった ねなんかさ始まるまでさすごい雪でさ、うん、寒くてさブルブル震えてたんだけどさみんなの話聞いてたら楽しくって温まっちゃったもんわかるなんかみんなの今日は特にみんなのこだわりとかも聞いたから、うんうん、ちょっとなんかねいつもよりねいろんなメンバーの一面が知れたなって思いましたあ確かに確かにそうかも、ね、なかなか話さないもん ねそうだよねそれにねサイキャンの生誕祭もあるから、うん、その前にみんなのこだわりが知れてちょっと良かったなって思ったおー、うんなるほど、まあ、生かされるかどうかは別として ねあ別なんだ別なんだ前かあるのかなって思った生かしてくれるのかと思ったよね今そう生かされるかどうかは別としてあったんで、うん、最後にもう一回だけ告知させてください、うん、はい、はい、やったはいということで2月の16日にサイキャンの初めての生誕祭が開催されますので皆さんツインボックスガレージに19時から集まってきてくださったらとっても嬉しいですそしてついに新年企画ラストで私と楓ちゃんとのんちゃんの生誕祭全50人達成できたら新衣装ができますやったなので皆さん本当に本当に絶対絶対成功させましょうぜひぜひ会いに来てくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますラビットめっちゃさ一個だけ最後に言っていい、うん、すごいね、うん、気になってることがあってねそのさ、うん、画面あるじゃん、うん、アリリンの顔だけすっごい白いのがねずっと気になっててねほんとだアリリン、アリリンが白いってずっと思ってたすごいねめっちゃ発光してるわからみんなちょっとアーカイブ2週間後に出るんでちょっとチェックしてみてそれをぜひ見てくださいアリリン白いねっていう冬だから雪だもんね今日雪降ってるからちょっと吸収しちゃったそれだけだったごめんはい次回の放送はここ渋谷クロス FM にて3月4日月曜日17時からの放送です X にてハッシュタグビビットラジオをつけてお便りや今日の拡散じゃない感想などたくさんのポストお待ちしてます一番大事なとこ最後まで聞いてくれてありがとうございました本日のお相手はアリス楓とまさきさやかと白津ゆれなと柏野奈々と桃江ありさでしたまた次回お会いしましょうバイバーイ雪積もるかな ね積もるといいね